押し買いとは、何らかの品を、強引に法外な安値で持ち去ること。押し買いとは、強引に、何らかの品を法外な安値で買ったことにして、持ち去ってしまう行為のことである。悪徳商法の一つである。押し買いの手口には、様々なタイプがある。手口としては、必要に要求することで、恐怖感を与えたり、認知症の高齢者を狙ったり、 請求な判断を迫って、証文なく、取引を終えて立ち去るなどの手法がある。手口の一つには、一般家庭などを業者が訪問し、家庭にある、様々な品物を、言葉巧みに提示させ、極端な安値を告げ、まだ品物の持ち主が納得していないにもかかわらず、勝手に買い取ったことにして、品物を持ち去ってしまう行為がある。あるいは、言葉巧みに、 とりあえず買い取り、金額の査定をするなどと言って、何らかの品物を持ち去っておきながら、それを持ち主の許可を得ないままに勝手に転売し、極端な安値を告げ、それしか払わない業者もいる。また、暴力や権力を用いるなどして、心理的に圧迫し、安値で売買が成立したことにしろ、と強要する業者もいる。悪徳な。 おし買いによって奪い去られてしまう可能性のある品物には、例えば、貴金属、宝飾品、着物、骨董品、自動車、バイクなどがある。被害に遭う可能性の高い品物強引に、商品を売りつける行為を押し売りと呼ぶが、強引に、買い取った形にしてしまうので、おし買いと呼ばれている。歴史を遡れば、律療法の時代からこうした悪徳行為は存在し、 当時は、教師と呼ばれていた。歴史、押し買いの被害にあっていることの多い品目としては、宝飾品や、メガネ、時計、金馬、金貨、古銭、着物が挙げられる。他にも、自動車などについても、業者が、押しかけ、まず価格を査定すると言って車を持ち去ったにも、かかわらず、持ち主に断りもなく勝手に転売されて、しまうなどといった被害も多数発生している。 おし会は強引に品物を買い取る行為であるから、一人暮らしの女性、高齢者、性格がおとなしい人等が被害に遭いやすい。日本や英国、米国では訪問取引のうち販売のみを規制対象としており、おし会は規制の対象外となっている。一方、フランスやドイツではおし会を含めた規制が敷かれており、特にドイツにおいては貴金属等、 移動営業してはならないとする規制規定が行政的に定められている。古物商許可証日本の法律的には、押し買いは特商法の訪問販売に該当しないため、クーリングオフの適用は難しい。退去する、要契約前に告げることで、 後日消費者契約法第4条第3項により契約を取り消すことができるが取引後は速やかに転売加工されてしまって取り返せないこともあるため毅然と断ることや一人で対応しない業者の個物消許可証あるいは個物業証従業者証を確認して合法な業者であることを確認する買取条件の書面を交わす怖い思いをしたら警察に連絡 通報する等により、無効な取引自体を可能な限り回避することが呼びかけられた。国民生活センターに寄せられる相談件数は2010年から2011年の1年間で8倍以上に増加した。この時期に金の価格が高騰したことが背景にあると考えられている。2011年9月29日、日本の消費者庁は、 クーリングオフの制度を適用して規制する方針を固めた。国民生活センターの情報によると、2012年は、金の価格高騰を背景に押し買いのトラブルが急増し、相談件数が4144件になり、2011年の1.7倍になった。にもかかわらず、規制する法律がなかった。そうした状況を受けて、2012年に、 特定商取引法に改正が行われ、新たに、押し買いの規制も盛り込まれた。これにより、契約から要介内なら、解約できる、クーリングオフの制度が、押し買いにも適用されるようになる。悪徳業者が転売した場合でも、転売先に、品物の返還を請求することもできるようになる。その改正特定商取引法は2013年2月に、施行される。 律令法では、教師は違法とされ、知財五十の刑とされた。鎌倉幕府では忍字元年以来、たびたび、押し買いの禁令を出している。中世から、近世初期にかけて押し買い、押し売りは、七取り行為と並んで市場における悪臭として、取り締まりの対象とされた。戦国大名の文国法などでも、禁止行為の代表として挙げられている。大内氏置手書によれば、 権力や武力を用いて、強引にかやさるために、久保い、守護いなどとも呼ばれていたことが記されている。他にも、結城家ハットや、安土城下沖手書でも、押し会禁止が明記されている。ありがとうございます。